藤原義房は平安時代の日本の政治家であり、摂関政治の中心的な人物の一人です。彼は桓武天皇の時代に活躍し、天皇の父上皇や天皇の外戚として重要な役割を果たしました。藤原義房は摂関政治の始まりに関与し、その後の藤原氏の政治的な影響力を築きました。